ボルボ、デザイン your life。渡辺タスクと山田れながお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボ、デザイン your life。家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウィディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日はゴーイングアンダーグラウンドの松本壮さんを迎えしています。はい、松本壮さんは1978年、はいね、はい、埼玉、これはそうです、埼玉、これはもう有名ですね。有名です有名、ゴーイングアンダーグラウンドといえば埼玉、埼玉というイメージですけれども、はい、どんなあのご家族の雰囲気でした。で僕ん家の父は今もそうなんですけど陶芸家なんですよ。あ、そうだそうだ、陶芸家で、陶芸のその要は窯とかを置ける場所を探してて、遠い親戚のこのつてでお寺に住んでたんですよ、うん、お寺に仕事場もあって、だから結構なんかそのお寺で和気あいあいと楽しくやってましたよ。お寺に住むっていうのは実際にはそういう管理人っつね、ね、なんか泊まれるっていうか普通の家の母屋があって、はい、中庭をなんていうんですかね、この渡り廊下でつながって本堂が、本堂が、なるほどね、いいね、かっこいい、ちょっと忍者っぽいね。そうなんです、なんかわかんないけどイメージ、忍者っぽい、はい、うん、そうですね。だから結構ちっちゃい頃遊び場所もたくさんあったし、田舎だったし、いい思い出として結構残ってますけどね。お父さんとはそういう意味ではこう仲良しというか、なんかいろいろやっぱ教育されてたのか分かんないんですけど、うん、その親父が好きなことに付き合わせることが多くて、一時期そのだから登山も好きで登山にはまって、あとあのガスコンロなんて言うんでしたっけ、ああいう登山で使うような、持ってくようなやつ、はいはいはい、あの、うん、あれをなんかその海外の有名なブランドのやつを買ったって言って、うん、嬉しくて嬉しくて、俺しばらくだから毎週土曜日とか帰るじゃないですか、はい、そうすると親父と一緒にサイクリングに連れてかれるんですよ、うん、でサイクリングで結構市をね2つぐらい越えたとこにある荒川の土手で、うん、その親父がそれで火を起こして、はい、湯を沸かして、うん、カップヌードルを食べて親父が満足して帰ってくるっていうのを、ごめんごめんそこはカップ麺なんだ、カップ麺なんかほらさ、そこでコーヒーを入れるとか、まあ、そうですね、なんかこうそこは凝らないんだ、凝らないですね、それがね結構すごく、まあ、お湯があればいいっていうだけです。嫌だった記憶がありますね嫌だったっていうか、でもまあいい、なんかね、でもなんか強烈に残ってるんで、そのでもそういう環境で、はい、その音楽的な目覚めはどこからなんですかね。それもねやっぱ親父の影響で、うん、家に普通にそのレコードがあって、ロックンロールのレコードが結構たくさんあってジャズと、なので普通に家でこう例えば日曜日の朝とかご飯食べる時とかにもレコード親父がかけて、うん、爆音の中でこう爆音なんだ意外と意外と爆音でジャズとかかかってて、っていうような感じでいたらやっぱ音楽は好きになって、うん、なんで親父の影響ですかね、うん、やろうっていう風になったのはどの辺なんですか。やろうっていうのは、ね、小学校5年生です。早いです、もうバンドをやるって言って、でファミコンとか全然買ってもらえなくて、そのミニ四駆とか当時流行ってたんですけど、なんかそれ教育の方針なのか分かんないんですけど、でやっぱとにかくこうゲームやりたいなとか、うん、みんな持ってて羨ましいなっていうのをブルーハーツってバンドがいて、はい、それ聞いた時に、まあ、それが誕生日プレゼントだったんですけど、ブルーハーツのカセットテープが、ブルーハーツのカセットもらったの、もらったんですよ親父から。それでもうどうでもよくなっちゃったんですよ。わかる、ブルーハーツはもうどうでもよくなるね。そうなんです、だからそのこれ持ってないあれ持ってないとか、はい、もう別に何もいらないですみたいな、そこまで全部 OK みたいな感じになっちゃって、どういう部分がこう男性に男の子にヒットするんですかね。いやわかる、あれは不思議なんだけどね、みんな好きですもんね、本当にね、説得力だよね、なんかそうですね、うん、なんか圧倒的 なんかパワーみたいな、歌詞に感動して泣いて好きになるとか、はい、そういうタイプでもちょっとないですもんね、うんうん、ガーンときたんですよね、じゃあまあその時に僕もこういう風になりたいみたいな感じだったんですか。もう絶対バンドやるって決めて、でデビューするとかっていうのは全然その考えてなかったんですけど、うん、とにかくバンドをずっとやりたいなと思ってて、うん、バンドやるためにはその
就職もしなくちゃダメだなぐらいも考えてました。バンドをやるためにちゃんとお金も別で稼いでもらわなきゃなっていう、すごい考えてますね。考えてるね。それがもうゴーイングアンダーグラウンドとなっていったわけですね、はいはい、そうですね。いや本当に今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ボルボデザインヨーライフ、今日はゴーイングアンダーグラウンドの松本壮さんを迎えしました。どうもありがとうございます。ボルボデザインヨーライフ。 This program was brought to you by ボルボカージャパン。